平禄3年5月、駿河の大名今川義元は天下に号令戦と大軍を発した。上洛の途上にある織田家の兵力はその2割にも満たず、滅亡は必至であった。織田も終わりか。我らが殿はのんきにマイナスを持っておられるわ。信長様はわしらとは違うもんを見とられるんよ。ほれ、もう先をかけておいでだ。継いだ信長は非凡な軍祭を開花させて尾張一国を平定。ここに戦国大名織田信長が誕生をした。しかし乱世に歯を唱えんとする信長に、最初の試練にして絶望的な危機が訪れる。駿河の名門今川義元がその圧倒的な武力をもって天下に号令せんと上洛の軍を起こしたのである。今川家に従属する三河の徳川家康も義元の要請を受けて上洛軍に合流。未曾有の大軍が尾張に迫りつつあった。もがき、あらがい、先駆け。第一話、桶狭間の戦い。とどまること許さぬ。Let's go.
足元を討ち取れ。開門。支配を逃れ、ようやく三河の地を取り戻すこと叶い申した。それがウヌの望みか。そうして地をかき抱き、踏みにじられるままに耐えゆくか。ならばウヌを踏み越えるのみ。桶狭間は始まりに過ぎ、信長は天下を武にてねじ伏せ、日の本を一つの地平となす。睨み合うのをやめ、さらなる先を見る覚悟あらば、信長を追ってこい。